聖ジョージ、ゲオルギウス。あなたのような聖人と共に戦えるとは。聖女マルタ。何たる光栄、共にマスターを守りましょう。おや、マルタ殿。今、ものすごく滑らかに鋭くジャブを打ち放ったような。 気のせいなるほど。気のせいでしたか。そうですか。そうですか。疲れているのだろうか、私は。ローマの名高き皇帝たちよ。ああ、どうか。我が罪をお許しください。ジャンヌ・ダルク殿。 同じ時代に生きた者として敬意を表するさあ共に祈ろう己のためではなく誰かのために祈りを捧げる君はそれができる人間だからねビザンツ東ローマローマにゆかりある国ではあろうがもはや別物似ても似つかぬ しかしそれでもなおローマ皇帝を名乗るとはハハハかわいいやつだアストルゴやっぱ召喚されてたかそれでその格好も相変わらずかかわいい子ってまあかわいいってカテゴリーなんだけどさでも聖騎士なんだよなお前は。 まあいいか。かっこいいぜ、アストルフォ。あんたがマンドリカルドか。うちのローランが迷惑かけたような、かけてないような。まあ、ともかく、これからは一つよろし。待て、なんで笑ったままバックステップで離れていくのちょっと、おい ブラダマンテか相変わらず張り切ってんなで、ロジェロは見つかったかおっと、まだだったか。なーにお前みたいに輝くかっこよさがあれば、そのうち見つけるだろうさ心配いらないってローラン相変わらず硬そうで何よりだ うん、脱がなきゃ、お前はかっこいいままだぞ。逆に言うと、脱ぐな。絶対に脱ぐなよ。脱ぐなよおお、騎士ドンキホーテ殿。それに、お供のサンチョ殿もか。いや、俺の冒険者としての勘が告げている。あんたは間違いなく、 な騎士だよ。誰が何とと言おうとなアストルフォアストルフォじゃないかいや、久しぶりだなしかし、その衣装、なぜか可憐だなあのアストルフォなのにっておい槍で殴るなつっつぐな痛いアストルフォお前がセイバーだと うん、何だろうね妙に理不尽な気がするのはまあとりあえず張り切りすぎてこけるなよあ,あ行ってるそばからほらーブラダモンって何だ相変わらず恋人探しか俺が服を脱いでいいなら手伝ってやるぞえ服を脱ぐ理由が分からないうん言われてみればそうだな お、おお我ら聖騎士の祖、偉大なる英雄、ヘクトール様このデュランダル、大切に使わせていただいています後でサインくださいき、マンドリカルド。このデュランダルは俺のものだ触らせやしねえぞあと、ひょこひょこ出歩いていると、 ブラダマンテにエンカウントするかもだから気をつけろよなあマンドリカルドかデュランダルなら貸さないなえもういい必要なくなったマジでかってことはその木刀で乗り切るつもりかやっぱすげえなお前 おお、あんたはかかとが弱点のアキレウス俺は足の裏側を攻撃されると弱いんだぜお揃いだなえなんか違う気がするそうかなうわ俺が知ってるカール体型じゃなくてシャルルマーニュだ久しぶりだな最近どう ?SNS とかやってるやってないそれにしても、 あまり王様らしくないなぁ、相変わらずおあんたがドン・キホーテか例の得意点じゃ、カール大抵名乗ってたんだってはっはっはいい度胸じゃないかえ怒られないかっていやぁ、俺もうろ覚えだけど、俺が主と仰いだ王様なら、まあ大丈夫だろう。き 何でしょうジークフリート様愛してもいなかった妻に何かご用ですかこの野郎触らないでください英雄が感染します私は所詮、バーサーカーの身の上ですのであなたのように大変ご立派な英雄様が気にかける存在ではありませんよそれではこれにて失礼しますわ <laughs> 失礼。 取り乱しましまた。あないえジークフリート様別に何も気にしてはいませんあなたがあの状況で私に寄り添ってくれたのはもちろん私の計算の上です復讐のためですとも何ですかその気が抜けた面はああもうあなたは いいい、加減にしてくださいこのボケだすマスターも後ろでうううと納得顔でうなずいていないでこの状況なんとかしてあああのメガネの英雄はシグルドっていうのねなんだか腹立つからちょっと首はねてもいいかしら いいわよね。どうせ英雄何やったって死なないでしょ多分へーブリュンヒルデへーブリュンヒルデ、はあ、大丈夫違う女違う女よあれとは見てくれも声も中身も何もかも違うんだから いやていうか違いすぎるわあなた向こうの神話ではそんな儚げだったのでそちらでは愛した人はそうなのええ悪かったわ というわけで、お茶でもいかがかしら。まあ、あなたがよければだけど。ねえ、マスター。私が知らない別の神話のブリュンヒルデっているじゃないそうそう、あの、なんか、 素敵なチェーンソー宝具を持っている人いいわよねあのチェーンソーバルムンクももうちょっとああいうギミックが欲しいわよねでも愛した男を夜な夜な突き刺すのは少し控えめにした方がいいと思うのよ 伝説的な意味でもあなた私の関係者の匂いがするわね名前はそうジークジークっていうの悪いこと言わないわ解明しなさい今すぐに ハンスとかシュミットとか、そのあたりで妥協しなさい。さもないと、何か英雄っぽい行動をとって、満足して死ぬはめになるわよ。待ちなさい。今あなた、目を逸らしたわね。待ちなさい。ちょっと待ちなさい はい、座きっちり聞かせてもらうわよあなたがやらかしたことをあれがシャーロック・ホームズという名探偵か <laughs> 顔を見ただけで背筋におかんが走ったよもしかして僕ってば嫌われてないかいん あの学生っぽい姿の青年。僕と同時代っぽいし、僕と気が合いそうに見える。よし思い切って話しかけ嫌な予感がするのでこのまま逃亡なるほど、ジキルというのだね、覚えておこうなるほど。あれが我が宿敵か。老齢の境地になれば、 一周回って憎たらしくもなるだろうが今は何とも思わないな今のところはだがホームズは死してなおよみがえるされど共に異分隊を戦い抜いてくれた彼ではないということかそれでもホームズはホームズだがねもっともこれはホームズに限らず サーバントの宿話というやつだあの男は最後の最後に謎を解いた命がけでねいまいましい存在だが敬意を表そう老齢の私かマダンの車種という原霊まで取り付けるとはなかなかに面白いアイデアじゃないか しかしそんなに腰悪くなるの私も玉座でふんぞり返ってないで今のうちにエクササイズしておいたほうがいいかなそのほうがいいそうかおおこれがシャルルマーニュ十二勇士ーうん個性的な方々ですな 素直に色物という表現をした方が良いのではないでしょうか、旦那様。しシッ。しーお、あの輝き、あの美貌はまさしくドゥルシネア様。ああ、失礼しました。踏みやすい足だったもので。いえ、マリー様。この方はあなた様とはまっ。 百何の関係もない騎士でございます。さあ帰りますよー。いや、すべて挨拶終わった。引きずる力強っ。あ、はあ、どうした、山頂あの赤い馬、馬？おうおう、じっと睨んだりして。い,いえ、私のロシナンテ要素が耳と尻尾だけにとどまってほん。 本当によかった、と、ありがたさをかみしめていただけです何かわからぬが、よかったな、サンチョおお、偉大なる冒険者シャルル・マアニュ様配越できて光栄の至りですむう岸除けスプレーとかありませんか、そうですか ほうほう500年の後の世女帝が生まれるか愉快愉快その知性が正しいか否かはわしがこの目で見定めてやろうではないかうん諸葛孔明陳急芝居 <laughs> 知らんの。どこの若造たちじゃわしは医者ではないがおぬしらを手伝うことはできようよささこの不遂を飲ませるがいいなんと紳士皇帝は本当に新人になられておったか あれがグビ人話にたがわぬ美しさじゃのう性格は想像しておったものとはちっと違っておるようじゃがんこんな若造が両性とな <laughs> あまり年寄りをからかうものではないぞあああ シャルシャル,ルじゃないかえ普段どう呼んでたっけまいっかこっちに来てたのかあれ来られるんだっけまあいいかよーしそれじゃあ先輩として僕がカルデアのいろいろなことを教えてあげようこちらがマスターそしてこちらがマスターだというわけでこれからもよろしくね王様 え嘘マジでローランローラーンいやー久しぶりー会いたかった、会いたかったーえなんだね、そのがっかり顔。可憐な少女が話しかけてきて、この世の春だと思ったら、お前だったからはっはっはー可憐だなんて、出れるなーまっ ともかく、今後ともよろしく今度はマッパで走り回るな、だぜ王様、こんにちはアストルフォですクラスチェンジしました僕も王様と同じ、セイバーですよえ、星座はい。ホワイトボード これから立派なセイバーになるためのマナー講座を始める <laughs> やだ逃げるバニー、ダッシュよっ、ローラン。あ、見た目が違うそうなんだよいいところに気がついた実はこの僕、セイバーなんだマジだぜ 剣はどれ使ってるのかってこれいろいろと面白いんだよあらよっとそうこういう風うに、ビヤーンって伸びるのが特徴で、うあ、ごめん絡まった <laughs> ちょっと待って今、元に。こぎゃ絡まったあはははまずいなこれ。おーい誰か 待ってーローランはもっとリナルドお兄様を見習えばいいと思います聞いてる聞いてないよねねえねえってばおーローランかあ悪い服着てたので気づかなかったわあいや服着てるけどさ普通は お前、普通じゃない時のインパクト強すぎるじゃん服着てた時のお前としか出会ってなくてもあの伝説はインパクト強すぎるじゃん若い私何をおっしゃるやら若い私がこんなところにいるはずが一体よマジかマジなのね なるほどなるほど。実に希代の悪役らしい結末だ。若いだけに未熟さもしとしろ。平凡をいうのに己こそがまだまだ平凡だという事実にいつ気がつくか。いやはや何とも実に助けがいのある若者だ。そうじゃないかね。